よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口静香さんが来てます。お邪魔します。イエーイ。お元気でしたか？元気です。パンデミック状況は どうですか？大丈夫ですか？そうですね、やっぱまだあんま出かけないようにはしてますね。いいね、いいね。安全第一。はい。じゃあ出かけないうちに漫画とか書いてますか？いや、もうずっと引きこもってずっと家で書いてます。素晴らしい、素晴らしい。いっぱい書いてます。夢の生活。最近聞いたんですけど、その、はい、仕事の状況も変わっ、いろいろ変わってますね。そのウェブトゥーンとか自分の仕事とかで、なんか漫画フルタイムとか。そうですね、去年あのドキドキドローイングさんに出演させていただいた時は、そのウェブトゥーン漫画の連載がちょうど、うん、まあ、終わったぐらいの頃だったんですけど、うん、そこから次の連載は普通のあの白黒の横の漫画。普通の漫画普通読みたくない。もちろん読みます。あの横の白黒の漫画、うんうん、でウェブトゥーンの時は少女漫画を作画担当で連載していたんですけど、今はレディコミっていう、うん、あの別のジャンルを連載してます。正しい言葉聞きました。え、少年漫画、少女漫画、レディコミ？レディコミ。で、あとなんか私日本に来てからアメコミって初めて聞いた。アメリカンコミックス？ああ、そっちではそう呼ばないんですか？アメリカはで普通にコミックスっていう。シンガポールヌードルみたいな。シンガポールでヌードル。日本の漫画のことは何て言うんですか？漫画っていう。まあ、そもそもあの漫画という言葉はなかったから。なんかアメコミはコミックス。で、日本のコミックスは漫画。そうそうそう。そうなんですね。今後ろに映ってるこれは漫画。これは少女漫画です。あ、じゃあこれはレディコミと違います。そう、これはレディコミじゃなくて少女漫画の方ですね。あ、じゃあ 何が違いますか？目が大きかったり、女性向けの、あの、あ、漫画の方はやっぱ目が大きいのが特徴です。レディコミだと、もっとレディコミはそうですね、もうちょっとこう女性が見てキラキラしすぎてない感じの絵柄だと、大人の女性が読む。ストーリー的にそれもなんかいろいろテーマとかだいぶ違いますかね？そうですね、ストーリーもあの少女漫画はこう学生の子が、青春って感じの恋愛、キラキラした恋をする話が多いんですけど、女性漫画とかレディコミってなると、もっとあの女性の精神的なこう深い部分を描く闇、はい、闇だったりなんかちょっと女性ならではのドロドロした部分が出てきて、共感しやすい、女性が、大人の女性が共感しやすい内容のが多いんじゃないかなと思います。あれアグレッシブレッツゴー知ってますか？あれはレディコミなのかな？あれレディコミに近いじゃないですかね。仕事のいろいろあって大変なところとか。そうですよね、あれも闇ですよね。今見せてもらえるレディコミのなんか例とか。あ、これは何のシーンですか？これはあの主人公が YouTube で配信してたり、うんうん、っていう職業なんですけど、それで他のすっごい注目されようとして、デブでブスの人と結婚するっていう話なんですね。原作があのレディコミでかなり有名な榎本由美先生が原作で、私は作画担当なんですけど、そのデブでブサイクの男と結婚することによって、なんか自分がいいねがいっぱい、チャンネル登録者いっぱいのがなるんじゃないかなっていうところだったんですけど、それで人気がドーンって上がったところで、あのライバルの配信者も結婚して、で向こうの方が注目度が高くて負けてしまって悔しいっていうところです。負けたって言ってるところですね。結婚この女もって言って、ルンルンとショッピングしてたんですけど、急に配信見たら負けてんじゃんってなって、こいつも結婚したのかってなって、負けてるってなって、こう絶望の表情になるっていうシーンですね。絵のスタイルも変わるし、まあ、少女と比べて、あとなんかストーリーの見せるところとか、もっとこういうさっき言ったようにその共感ができる、落ち着いちゃ
ダメっていう、やっとリラックスできたのにやっぱリラックスできない、競争しないと、はい、それはそれもあのなんか漫画家としてそういう気持ちはたまによくあるでしょうね。一回リラックスしたらライバルが先に連載とかはい、頑張んなきゃですね、漫画もでしょうね素晴らしい新人漫画家山口静香チャンネル長いよなんか日本だったら必ず 4つの文字にしないといけないですね、あの花とか、いやなんか最近その漫画家さんの中でもプロ漫画家ですって名乗る人もいれば SNS 漫画家ですっていう人もいたり、いろいろ名乗り方があるんで、あここは新人でいこうかなじゃあ新人漫画家4つの画像が入ってる感じですか、ね、はい、自分に対する好感度が見えるっていうハートの色で自分に対する好感度が分かってしまうっていう主人公の特殊能力なんですけどゲームなんか